お元気ですか？僕趣味です。今日の夕飯は、夕飯っていうかね、今日はね、おつまみでございます。惣菜三種盛りでございます。まずですね、揚げとですね、茄子の、煮浸しとですね、ひくきのね、こんにゃくと、丸揚げのね、これも煮物とですね、これがこんにゃくのですね、まだらこあえでっていうかね、白子あえとも言いますけどね、これ北海道のね、料理でございますけどね、まだらのね、子供ありますので、この子供がですね、の方と、糸こんにゃくをね、まあ、甘辛く炊き上げた料理でございます。まあ、東京ではね、まあ、あることはあると思いますけどね、私最近東京行ってないからわかんないですけどね、まあ、これ大体まあ、北海道料理の一種かなと思っております。ちなみにですね、おにぎりに入っている、たらこはですね、あれはスケトウダラの子供なんですよね。あれは塩漬けしてあるから、おにぎりにできるんですよね。うん、ってね、料理研究家がね、おっしゃっておりました。なのでね、私は、それまでは私は全く知りませんでした。で、告知がございます。またね、カップラーメン、買ってきたんですよ。で、2種類買ってきましたので、コミュニティにやりますので、よかったらね、後日やりますので、よかったらね、見に来てください。またね、プロ野球カードもね、また買ってきましたからね、今日はね、やりませんけどね、届き次第やりますので、よろしくお願いいたします。今日の夕飯動画と告知でした。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。